山口組のハロウィン阻止防灰条例改正本日、兵庫県警が特定抗争指定暴力団山口組が毎年、ハロウィンにて子どもにお菓子を配っているとして、防犯条例を改正し、山口組が18歳未満の子どもに金品を提供する行為を罰則付きで禁止しようとしていることが明らかになりました。 こちら、違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金とされておりますが、兵庫県警は、ハロウィンのお菓子も犯罪収益で購入された可能性があることを広く理解してもらいたいと説明しておりますが、こちら、要するに文字通り、血塗られたお菓子が渡されている可能性が高いと見られておりますので、 政府には自治体には、こういった防犯条例の改正ではなくてですね、速やかに暴力団などの反社会的勢力の非合法化を実現していただき、日本から撲滅していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました